はいさい、はいさい。今回ですね、こちら、ラーメン屋ラオ。おお、すごい。で、書いてあるんだけど、なんとここステーキがあるんですよ。ステーキ。そして、ね、ステーキが安くて美味しい。あら、そんないいところあるんですか。今、たけし、ステーキしか食えないから。もうステーキしか食べれない体になっちゃったんですよ。そうだね、たけしは炭水化物ダイエットしてますからね。そうなんですよ、本当に。ラーメンが食えないと。ラーメンが食えない。ってことは、もうステーキを食べるしかないということで。このラオいいですね。やっぱ名前もラオってだけでやっぱ筋肉に効きそう、効きそうなステーキをちゃんと準備してると。じゃあ早速入っていきますか、これ。はい。はい、席に座って、でメニューがこちらですね。ランチメニューと普通のメニューがある。あ、でランチメニューはこちら。一発目からステーキを。ステーキ1000円。1000円安っ。まさかのね、ラーメン屋さんがステーキ戦争に参入というね。さほどライス、スープついてますからね。これステーキ何グラム入ってるかがちょっとね。そしてこれ、ごちゃんの顔文字くんがいないやつだよ、ここには。しかもすごくない？ごちゃんの顔文字。ラーメンつけてくれば200円しか上がらない。あ、200円。なるほど、ラーメンが200円ってことですか。こんなお得なことある？やばいね。ここやばすぎだろ。そしてちゃんと利益出してるからね、店員。同じ飲食業として心配になってくる。原価割れてない？なんでこんなか。原価割れてない。で、一応これが通常メニュー。これが通常メニュー。あ、通常メニューが多いですね。通常メニューも結構すごいんよ、ね、ここ。このセットメニューがすごい。すごいね。これほら。ラーメンついて、唐揚げ、餃子、チャーハン、サラダついて、契約じゃない。俺ね、ほんとラーメンラオよくここ来てるんですけど、一番にあのびっくりしてるのが、うん、レディースセット、全然レディースじゃねえよっていう。こちらですね。まあ、レディースの見分かってんのかぐらいボリュームあるんですよ。レディースセット。あなたの周りのレディースはどうなってるの？どうなってるの？これ量が多いってことですか？ギャルソネンとかしかいないのみたいな。ほんとエビフライもチャーハンもサラダ、餃子、半ラーメンついてる。これ大食い系 YouTuber のね、なんか女性の方基準で考えてるのかなみたいな。俺多分だけど完食できない自信がある。レディースね、うん、メンズになったらどうなるのかっていう。メンズセットはないでしょ。メンズセットがどうか。ビールが入ってるみたいなことか。レディースの方がボリュームあったりする。あ、これかラオセットが、まあ、メンズ。生涯に食いなしレベルの量が。じゃあラオセット行こうかな。どうしよう。うん、結構ありますね。まだあるよ、まだあるよ。しかも結構ボリュームもすごいんよ。しかも面白いのがこうラーメン屋さんなんだけどカクテルもあるんよ。おー、飲みとしても使える。飲んでいけないよと。うん、しかも面白いっすね。だって朝まで空いてたからね。まあ、今はほら時期的に早めに閉めてるけど。注文しますか。うん、はい、あのピンポンポン押してもらっていいですか。音がいいんだよね、音が。はい、どうぞ。はい、あー、美味しそう。麻婆ラーメンの方。あ、僕です。はい、どうぞ。おー、イエーイ。おお、いや。で、ここで、おお。たけしはご飯抜きでいいのかな。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。もう、あん時も野菜いっぱいだ。あー、美味しそう。うわ、うまそう、やば。めちゃくちゃうまそうだな、これ。うわ、めちゃくちゃうまそう。これうまいぞ。で、僕のがこちら、麻婆ラーメン。麻婆の下には、ラーメンが。あー、いいな、うまそう、マジで。ダイエットやめて。マジでダイエットやめたくなってきた。そしてたけしですね。たけしはね、これ1000円ですよね。1000円1000円でサラダご飯ついて、このボリューム満点ですね。に合いそうな味付けされてる。で、ここでじゃあご飯は抜くということで。マジでもうちょっとね、今糖質制限やってるんで、これ本当に食べられない。ご飯はじゃあ、食べ盛りのきっちゃんとマグロクさん食べてください。食べ盛りサラダだっけ食べよう。あの、インスタに割れた腹筋を載せるっていう目的を達成するまではもう無理なんですよ。本当に腹筋割れたらすごいよな。すごいじゃないですか。やっぱ自分に自信持ちたいんですよね、やっぱり。あ、自分もやったぞと達成感を味わいたいんですよ、やっぱり。あ、バターボックなんだ。あ、バターボック脂質とタンパク質だけ食べてるんで。いただきます。いいですか、食べて。いやうまそうだな。うまそうだね。じゃあいただきます。いってらっしゃい。どうも。うまっ。喜んでる。バンブシじゃないですか、バンブシ。うわぁ、1000円とかもね。美味しい。1000円じゃない、これ。これ1000円でこんな美味しいに食べていいのって
秘密も聞いてる。食べていいの？おい、食べていいのか、おいって。筋肉。いやー、あー、筋肉が語ってる。食べていいのかい。食べていいのか、おいって。これはいいんだよね。食べていいんですよ。ちなみにここら辺はどうなの？あ、これも OK です。これ脂質なんで、逆に取らないといけないですね。うちがやってるダイエット、ケトジェニックダイエットって、タンパク質と脂質、6割が脂質、3割がタンパク質、で、1割が糖質で、遅れてやってきたよ。何が食べたの？炭水化物だけ？炭水化物を極力減らすっていう。まあ、ゼロっていうのは不可能なんで、極力減らすっていう。極力減らすダイエット。あ、そうっす。あ、なんか、できそうだな、それなら。そう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 。意外にお腹いっぱい食べても大丈夫なんで。もうラーメンはもう NG 感。もう NG 中の NG ですよ。ちょっとだったらいい。ちょっとだったらです。1年とかだったら。1年いくじゃん。1年はいかないっすね。1年いくぐらいだと食べないっす。読み水なりそうだもん。いや、もうラーメンよく。ズルズルズルっていきそうなんで、もう理性が失われて。ダイエットクソくらいってなりそうなんで、食べないっす。すごいな。うん。長い間ダイエットしてますよね、たけしも。野望がありますからね。野望が。目標としてるのか。まあ、それもちょっとありますからね、やっぱりね。やっぱモテてなんぼじゃないですか、男っていうのは。じゃあ、足も。というわけで、野菜いっぱいだね。ただ今のたけしの目の前で食いづらいな。いやいや、全然食べてください。大丈夫？じゃあ、あんまなんか刺激しないような、美味しくなくそうに食うわ。マクロさん、言っておきますけど、このステーキ めちゃくちゃうまいですから、ね。むしろこれよりうまいと思ったんですよ。そうそう、あんまそうですから、ね。いただきます。あ、いい匂いするな。美味しそうに食った。うまっ。炭水化物最高っすか、これ。いやいや、この肉も柔らかくてめちゃくちゃうまいっすよ。いや、ほんとスープうまそうわ。もういい。いや、なんかもう柔らかすぎて米と思ったわ、これ。最高してる、もう米と思った、俺、普通にこの肉。いやー、もういいなー、ステーキいいなー、うらやましい。1000円、やっぱいいなー。いただきます。やばいな、肉食ったからもうパンプしてきたな。あ、さらにご飯を頬張る。麺からの米、麺をおかずにして米食ってる。筋肉への冒涜だ、これ。筋肉への冒涜が始まってる。うん、うまっ。野菜たっぷりっすね、本当に。だからよ、野菜と麺しかねえじゃん。長生きしようとしてるじゃないですか、もぐろさん。野菜いっぱいして、こっちの方が痩せるんじゃないの。野菜のこれサラダみたいなものですから、これ。あれ、小麦と野菜でしょ、うん、全部野菜じゃないですか。あ、食べる。ビーガンなんですか、ビーガン。食べる。しかもちゃんとたけしに気使って。そうっすね、せっかくたけしが頑張ってるんだよ、と。食べたいって気持ちならないような食い方した、ちゃんと。もう好きなだけ食べてもらって、マーボーも入れて。皆さんはもうどんどん太ってもらってね、俺らだけ痩せていくんで。いいラーメン。たまんねえだろうな。この脂質と炭水化物のコラボレーション。しかもチャーシューが入ってるから、タンパク質もしっかり取れてるっていう。すぐ分析する。おいしい。これ痩せるな。味が濃いっすね、麻婆。辛っ。意外と辛い。やっぱカプサイシン入ってるから多分痩せる。痩せるっすね、発汗性あるし。食べれるんだけど、これだったら。いや、これは多分カプサイシンの効果以上に、体脂肪増える要素が多くて。そう、燃焼させてくれるの。燃焼はさせてくれるんですけど、それ以上に失うものが大きいなって思って。カプサイシンはカプサイシン取りますね、完品で。これ米置いて、米置いて、米置いてやろうとしてるな。マーボーいただきますと。これはあんまり合わないと思うぜ、食い方としては。いやいやいや、これはなあ、筋肉刑務所行ったら大変なことだぞ。これたけしのためにわざと合わない食い方してるように。ご飯が合う。ご飯と豆腐とこれ汁。革命だ。気づいてしまった。ご飯と麻婆、これ筋肉王国でこれやったらあれ捕まるぞ、これ。懲役5年ですよ、これ。自由ぶれたな、麻婆重いな。これ麻婆ほんとおすすめだ。でも筋肉でかくするためには炭水化物取らないといけないですよ、ぶっちゃけ。
行く？いや、今もう別に筋肉をでかくするより体脂肪を減らしてんで、もう今それは食べれないです。後半チビチビなってきて言い方が名残惜しんできてなくなって欲しくないから少しずつ食べるっていう出るのが悲しいんだろうな。だからほらちょっと楽しみではあるんだな、食事は。あと 250g 食べたいですね。食べてきますか。食べてきますか。はい、ごちそうさまでした。いやべ、うん、体中にアミノ酸が補充されましたね。血中アミノ酸。アミノ酸。アミノ酸が上昇してきます。ファイトクラブにそうですね。懐かしい。アミノ。いやあれ、たけしでかくなった？でかくなってきてますね。全部アミノ酸。筋肉の合成が高まってきてますね。これなコーンは？コーンは、ね、糖質。糖質なんですよ、これちょっとね。意外と知らなかった。これコーン糖質らしいですよね。これ糖質が入ってるんで。他の糖質は何と何が？あ、ごぼうとかですね。あの根菜類っていうんですか、根っこ系のやつ。根っこ系、あれ糖質あるんだ。まあ、じゃがいも。じゃがいもはなんだろうか。じゃがいもどうってか、じゃがいもも入ってたと思います。土に埋まってるやつか。土に埋まってるのは、あ、糖が入ってますなっていう。知らなかった。あのニンニクとかもそうなんですけど、ニンニクも、ニンニクも、意外に人間って糖取ってるんですよ。取ってないつもりで。さっさと糖尿病になるやんじゃん。もう糖あれだけ取ってたら大変なこと。ニンニクはツイッターしてますからね。もう気をつけた方がいいです、ね。あらゆるところに糖質は潜んでますよと。何そういう動画？四角い。あなたの四角でもきっと糖質は潜んでます。いやあなたの。本当に体に気を使ってると思います。気を使ってね、はい。いやけど無事。そうですね。美味しいステーキ食べれて満足です。ラーメン屋さんね。美味しかったですね。美味しかったっす。はい、ということで。安くて。安くて。多くて。そうですね。うまい。だからダイエット中のこうやってトレーニングしてる方でもラーメン行くぞと言った時にステーキが食べれるっていう、これありがたいんですよね。確かに。あの空気を崩さなくて済む。そうですそうです。いやけどラーメン屋さんにステーキがあるって思わなかったですね。これありがたいですよ。多分なんですよ、トレーニングしてる人たち来るはずですよ、こっちは。つどえ、筋肉って感じ。筋肉が。筋肉がつどえ。実際にありますよね、そのトレーニングやってる人たちの肉屋さんみたいな。あ、中に。古島の方にあるね。筋肉飯。筋肉飯。専門店みたいな。みんな、ごつい人が来る。女性も、スタイルがいい人が。だから日本ってそういうのが浸透してないんですよ。こういったタンパク質、低糖質の店とかがないじゃない、定食屋とか。沖縄特にないんじゃない？沖縄とか特になくて、海外とか行くとこういうのが結構あるらしいんですよ。ああ、低糖質ケーキとかいろんなの、こういう人たち用のお店が結構あるらしくて。始めるたけし。もうやります。だから外国から遅れてくるっていうじゃないですか。だから今のうちにやっちゃうから。これで確かに成功して商売したら説得力あるもん。説得力ある。確かに筋肉が集う店になるかもしれないですね、もしかしたら。たけしの筋肉に固定資産税。今の段階では説得力ゼロ。ゼロ近いですね。こんなブーブーするんだ。今からですよね。そのうち、たけしの筋肉に固定資産税がかかるかもしれないですね。これはもう建物でしょう、みたいな。これボディビルのあれ掛け声じゃないですか。役所が来て、これはちょっと建物で申請していいですか。あなたの筋肉は広背筋がひゅーってこれ 2LDK 師匠駐車場自体みたいな税務職のな、この背中にジムニー乗るよ、これはい、ということで今回は、ラーメン屋ラオウに来てみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。